あ、冬インターン開始、年内ラスト1ヶ月を25卒はどう過ごす座談会。イエーイ。今日はですね、25卒の就活生を集めて現在の就活の状況について雑談ベースで話していこうかなと思います。早稲田大学3年、あと春大イヤリーでインターン生してますゆうまと申します。法政大学の角石たまえです。よろしくお願いします。どうも、春大イヤリーメンバーのたくまです。よろしくお願いします。こんにちは、東洋大学3年のりんです。よろしくお願いします。お願いします。最後に私たちも今月の抱負を話すので、皆さん今月の目標をコメント欄に書いてみてください。一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。もう秋冬インターンが応募がまあだんだん終わり始めてて、その中でまあどれぐらい応募したとか、あと本選考どれぐらい進んでるのかなっていうのを聞いていきたいんやけど、どう、たまちゃん。秋冬はほんまに1個もやってなくて、1社も応募しなくて、本選考に5社ぐらい進んでる。おお、すごい。俺も実際その秋冬インターンはマジで1社も応募しなくて、だけど今3社ぐらいその本選考に進んでる会社があるって。たくまは前回からなんか変わった、はい、前回5社応募したんだけど、そっからさらに5社応募数増やして、で2社通ったって感じ。あ、すごい。あと本選考でもう1社お最終面接って感じ。おお、素晴らしい。最終なんだ。どういう業界見てる、みんなざっくり。10社中9社飲料で、もう1社が IT って感じ。なるほど。やりたい職業みたいなマジで決まってなくて、業界もマジで決まってないから、就活の軸もなんかそういう業界を絞るようなあれじゃないからっていう感じで、マジで手広くみたいな。同じ感じや。ゆうまは？俺は一応その前回不動産って言ったんですけど、あ、そう、あの前回あのインターン応募したっていうところが通りました。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。けどやりたいこともまだ明確に決まってないから、まあどちらかというと2人に近い感じやと。もう早期内定持ってるか持ってると思うんやけど、今就活何してますかっていうの。まあ本選考結構進んでて、メンターの人に一緒についてもらってて、その人と一緒にもう一回自己分析を実はやってて。あ、やっぱり自己分析めっちゃ大事。大事、めっちゃ大事。ここまでやんのっていうぐらいまで全部もう根掘り葉掘りしてもらって、やっと軸が落ち着いたって感じかな。ああ、なるほど。なんかしてる？でも結構オールラウンドにやってて、ガクチカのテンプレみたいのを作ったり、ウェブテストの勉強したり、 あとは OBOG 訪問。ああ、やっぱりそうだね。リンは？俺はもうなんか自己分析とかはほとんど手つけてなくて、今はもうやってるのはもう面接対策ばっかりやってて、ずっと、そう、なんかどういう質問が飛んでくるかっていうのを自分で予想して書くっていうのもそうだし、あとはもうとりあえずいろんなところの説明会を受けて、この企業いいなと思ったところにバンバンもう先行進んでって、受けた後になんかどういう質問が来て、いや、ここら辺課題点だったなみたいな、ここダメだったなみたいなところを書き出してみて、でまたそこからブラッシュアップしていくみたいな。あ、いいね。じゃあ、あと就活になんかどれぐらい時間割いてるっていうのを聞きたいんだけど。まず、インターンと学校の課題とかやってる時以外は就活やってるような気がする。マジで？遊んでないもん。遊んでない。夏から遊んでないかも。それはすごいわ。どんぐらいやってる？まあ、5割は部活やとして、で、学校に3割でもやってるよ、結構多分半分いかないぐらいかな。あ、俺就活本当になんか1日に1時間なんか行くか行かないかぐらいの感じで、その説明会とかが入ってるっていうのもあるのと、あとは自分もそのメンターさんみたいな人がついてくれてるから、その人が一緒に面接対策してくれたりとか、そういうところでまあ週に 1,2 時間ぐらいあるから。そのぐらいやってる？本当に週によってバラバラやってる時間が、それはある。やるときは5、6時間、まあ少ないかもしれないけど週でやるけど、やらないときほんまに週で1時間と。1時間もないかなぐらい。就活の軸、はい、みたいなものは皆さんございますかっていうことですね。超熱いナンバーワンのチームを作りたいから、まずはチームプレーの会社っていうところと、あとすごいチャレンジ精神が旺盛だから、チャレンジがどん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 できる会社だったり、そういう段階にある会社の2軸を重視してるかな。なんか大きく2つ考えてて、1つ目がなんか商品を通して人と人をつなげられるっていう点で、自分自身飲料を通して人と人がつながって輪ができた経験があるから、飲料を通して人をつなげたいなっていうのが1つの軸で、もう1つがなんか自分の中でもっと日本のプレゼンスを向上させたいなっていうのがあるから、海外に展開してる会社っていうのを結構見てる。自
軸は、まあ自分も3つぐらいあるんだけど、うん、1つ目が幅広いスキルを身につけれる環境っていうところで、尊敬される人になりたいって言ったら、うん、で尊敬される人ってどんな人って考えた時に、うん、なんかどんな仕事頼まれてもできる人だなって俺思ってて、うん、なんかその幅広いスキル、なんかいろいろ自分が触れていける環境っていうところと、うん、あとは成長スピードっていうところで自分が成長できるスピード、だからなんか研修制度とかで自分をちゃんと客観視して見てくれて、うん、そこからなんかフィードバックを与えてくれるみたいな環境っていうところが2つ目で、で3つ目はその周りの人から感謝されるような仕事っていうところで今ちょっと考えてて、尊敬されるっていうところで見た時になんかその周りの人からやっぱり感謝されたいっていうのもあるからっていうところで、なんか3つ目は周りの人から感謝されるような、みんな軸違うね。違うね、うん、あでも自分だからと原体験っていうのを軸にしてる、うん、常に原体験がある。なるほど。じゃないとなんでって言われた時に答えられなくなっちゃう。なるほどね。だからそれこそまた自己分析だ。そうだよね。軸を探すために自己分析をする。やっぱ結局やんなきゃいけないのは自己分析なんだっていう感じなんだ。今週のキーワードは原体験です。原体験です。原体験です。はい。あれ軸は？俺はその前までちょっと決めた軸だったんやけど、最近その軸がちょっとブレ出したっていうか、うん、その前やったのは自分がこれやろうあれやろうと思った時にそれが実現できるスキルっていうのが身につく環境がいいなと思ってんけど、それってじゃあ何本当に何はしたいのっていう、うん、こう結構抽象的っていうか、確かに、ね、曖昧なものやから、それを軸にするにはちょっと、うん、難しいなっていうふうになって、うん、今悩んでる。また自己分析ずっとしてるとこかな。原体験やな。やっぱ原体験ね。モチベーショングラフ。そう原体験が大事ですね。はい。就活をみんな始めるのが大体まあこの時期かなと思うけど、うん、その始めたての子に向けて何かアドバイスとかありますかね。あくまでその24卒とか23卒から聞いた話っていうのをベースにして言うと、まあ、まずは自己分析であったり説明会に参加するってところから始めた方がいいのかなと思います。なるほどね。で特に説明会とかは量をこなすためにその合同説明会とか参加すると1日で10社ぐらい話が聞けるんで、その中でいいなと思った業界があったらその業界に注目してみればいいと思います。ゼロから1踏み出すことって多分すごい難しいかなっていうふうには思うから、まずは人に頼ってみるっていうのが大事かなと思って、確かに。それこそ近くの友達にどうやってやってんのとか、なんか誰か紹介してよとか、キャリアセンターの人に話聞いてみるとか、なんかそういった誰かに頼るっていうところを一番最初にしたら、まあ、自分も逃げられないしいいかなって思う。なるほど。それはあるね。これはもうやりたい職業とかが本当にもう何も決まってなくて、でその時に先輩とかから言われたのは、自己分析をしてる時に自分がやりたくないことは何っていう、まずはそういうところをしらみつぶしに消してって、で残ったところからその何がやりたいのかなっていう見ていくっていうのはいいかなっていうふうに言われた。俺はそれこそ行動あるのみだと思う。だからまずいろんなところで就活の話を出す。俺が一時期やったのがその、自分よりも年上の人と会ったらもう絶対就活の話するみたいな、なんでもいいから、とにかくその就活っていう言葉を出せばそれに伴う話はできると思うから、うん、そっからあこれからした方がいいんだなっていう情報を得ることが大事かなって思ったりする。2023年も終わります。はい、はい、どう過ごしますかっていうのをそれぞれまあ抱負でも、いや自分はラスト1ヶ月でちょっと今先行進んでるところが何社かあるから、そこのところを全部突破したいなっていうふうに思います。はい、このラスト1ヶ月でやりたいことは面接対策ですね。年明けからインターンの面接始まったり本選考の面接ですね、本格的に始まるので、まあ、今固められるうちに固めておきたいなって思います。ラスト1ヶ月は内定2社取って、その後、うん、今後の方針について定めていきたいと思います。前回は年内内定欲しいですとか言ってたんですけど、難しそうなんで、来年とりあえず最終面接とあとインターン頑張っていいとこ行けるように頑張ります。じゃあね、私生活も就活も2023年最後までみんな走り切っていきましょう。せーの、じゃあなー。ここで旬ダイリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人形ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしいイエスを送るだけだから簡単、概要欄からチェックしてみてねー。